アレクダンダー・ヌーリは、ドイツ・ブクステフーデ出身のサッカー指導者であり、元サッカー選手。ドイツ人の母とイラン人の父を持ち、ハンブルクにほど近いブクステフーデで生まれる。大学では科学を学んだ。ユース時代は、TSV、ブクステフーデ・アルト・クロースター、ブクステフーダー SV、SC4 ベルツバッカー・レイヨンビルシテット、ベルダー・ブレーメンの U-16。 U-17 及び U-18、U-19 でプレーした。1998年ベルダーブレーメンで選手登録をした後、US セル A リーグにレンタル移籍し、プレーした。帰国後、3部に属するレギオナールリーガノルトのベルダーブレーメンのセカンドチームでプレーし、2001年7月同リーグの KFC ユルディンゲン052移籍。年夏、 クラウス、ディーター・ボリッツ監督の元 VFL オスナブリュックへ移籍し、2007年ブンデスリーが2部に昇格する。2007から08シーズン、ドイツブンデスリーが2部で合計17試合に出場し、12位でシーズンを終えた。2008から09シーズン、4部リーグのホルシュタイン・キールに3年契約で移籍。2009年にドイツブンデスリーが3部昇格を達成。 2010から11シーズン、オーバーリーガの VFB オルデンブルクに移籍。2012年、選手としてのキャリアを終える。ドイツ U-15 と U-16 の代表に選ばれ、1996年には UEFAU-16 欧州選手権に参加している。VFB オルデンブルクでフィジカルコーチを担当していたが、2011年夏から2013年4月まで、 コーチに就任する。2013年4月22日、VFB オルデンブルクの監督兼スポーツディレクターに就任し、2013から14シーズンは3位で、シーズンを終える。2014年7月1日、3年契約で、ベルダーブレーメンのトップチーム及び、U、U-23 のコーチに就任。2014年10月25日、ビクトール・スクリプニクが、 トップチームの監督になったことにより、自身は U-23 の監督に就任。ボルシアメンヒエングラートバフハツーとの昇格戦を制し、レギオナールリーガノルトでの優勝と、ドイツブンデスリーが三部昇格を決めた。2016年春、エ・ネスバイスバイランアカデミーで UEFA プロライセンスを取得。2016年10月、ベルダーブレーメンのトップチームの監督に就任。 2016から17シーズンは8位でシーズンを終えた。2018年9月24日、第6節を終え、勝ち点を15位につけていたドイツブンデスリーが2部の FC インゴルシュタットレイ4の監督に就任。2019年11月27日、ユルゲン・クリンスマン監督率いるドイツブンデスリーが1部のヘルタ・ベルリンのコーチに就任。2020年2月11日、 ユルゲン・クリンスマンの後を受けて暫定監督を務めた。ありがとうございます。